第216回臨時国会が昨日召集され、石破政権が迎える初の本格的な国会論戦が始まります。今年度補正予算案と自民党派閥の裏金事件を受けた政治改革が焦点となります。今日の国会では石破総理が当面の重要課題などを示す所信表明演説に臨みます。自民党の裏金問題をめぐり、松山参議院幹事長は昨日、参議院の政治倫理審査会に出席を求められていた安倍派の議員27人が出席する意向であることを明らかにしました。松山氏はとにかく年内に進めてほしいと述べた上で、今後開催日時や弁明を公開で行うかどうかなどについて調整を進めていくということです。石破総理が来年1月の前半に韓国を訪問し、ユン・ソンニョル大統領と首脳会談を実施する方向で調整していることが分かりました。来年日韓国交正常化60周年を迎えるにあたり、石破総理の訪問で日韓関係を重視する姿勢を改めて示し、歴史問題をめぐる対立の拡大を防ぐ狙いがあります。ロシア軍は28日ウクライナ全土をミサイルや無人機で攻撃し、多くの電力インフラが標的となって、西部や中部で合わせて100万世帯以上が停電しました。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ軍がアメリカ製の射程の長い兵器でロシア領を攻撃したことへの報復だと表明し、今後の政府中枢への攻撃も示唆しています。オーストラリア議会の上院は昨日、16歳未満の子どもがインスタグラムや TikTok、 それに X などの SNS を使えないようにする法案を賛成多数で可決しました。国家レベルで子どもの SNS 利用を禁じるのは世界で初めてです。深刻な違反をした場合は事業者に対し、日本円でおよそ50億円の制裁金を課します。かつては繊維産業の中心的な存在だったユニチカは、昨日ソニョーの繊維事業からの撤退を柱とする経営再建計画を発表しました。医療繊維、不織布、産業事業の各事業を2025年8月までに売却して、今後は成長が見込める食品包装用フィルムなどに経営資源を集中するということです。3年前、大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故の裁判で、危険運転致死罪に問われた当時19歳の男に、大分地裁は昨日、危険運転の罪の成立を認め、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。裁判長は、法定最高速度の3倍以上もの常軌を逸した速度だったと指摘しています。今朝のニューヨーク株式市場は感謝祭の祝日のためお休みです。為替ですが、ドル円は1ドル151円48銭、ユーロ円は1ユーロ159円91銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球の守備のベストナインを選ぶゴールデングラブ賞の表彰式が昨日東京都内で行われ、ソフトバンクからはファーストの山川穂高ら5人が選ばれました。巨人からは4人が輝き、サードでの受賞経験のある岡本和真はファーストで初めての受賞となりました。男子ゴルフの今シーズン最終戦、日本シリーズ JT カップは昨日第1ラウンドが行われ、昨シーズンの国内賞金王の中島啓太が5アンダーで首位発進しました。ワンストローク差の2位には幡地隆寛と鍋谷太一、それに片岡直行がつけ、石川遼は3オーバーと出遅れています。ニュースズームアップ。オーストラリア議会上院は28日、16歳未満の SNS 利用を禁じる法案を賛成多数で可決しました。1年の猶予期間を経て施行される見通しですが、国レベルで子どもの SNS 利用を禁じるのは世界初です。ニュースズームアップ。16歳未満の SNS 利用禁止、この判断をどう見るか。今朝のコメンテーターは伊藤陽一さんです。はい、伊藤さん、オーストラリア政府ですね、はい、政府が思い切った判断を示したというのがニュースになりました。まあ、議会の上院の、ね、はい、可決によって16歳未満だから15歳中は SNS、はい、まあ、後で言いますけれども、基本的にやっちゃダメよと。もう使えませんよってこと言ってるんですね、
使わせた企業には、まあ、SNS の会社にはですね、はい、50億円までの罰金を科すと。すごいですよね。僕ねこれ見た時にね、やったなと思いました。やったなですか。これね、ナイストライだと思うんですよね。ああそうですか。まあ、オーストラリアはIT 企業もねそんなにあるわけじゃないし、SNS の企業は本社を置いてるわけでもないので、まあ、日本はもうちょっとやっぱり半導体とか絡んでるんじゃないですか、はい、オーストラリアって躊躇なくもうお前らはダメだってこう言える立場にはあるんですよ。 あることを踏まえても、15歳までは SNS ダメよということを言ったということはですね、はい、このオーストラリアの人たちがその被害に遭っているということだと思いますね。まあ、これどうなんでしょうかね、いじめとかね、はい、そういうそのメンタルヘルスの悪化とか、はいはい、闇バイトとか、はい、まあ、いろんな犯罪リスクがあるじゃないかと、はい、こういうことが背景にもやっぱりあるんでしょうね。そういうことですね、それはですね別にオーストラリアだけではなくて日本でもあるし、はい、アメリカでもフランスでもあるし、そうですね、しかもそのやっぱり子供に SNS をあんまり見させるの良くないんじゃないかという議論は世界中で広まっているんですよね、はい、だからもうその先頭を切ってですね、これでオーストラリア政府がですねこう言ってるんですよ。世界に先駆けたとこう自慢しているのは、ちょっと高揚しているなと思いました、そうですね、でまあ、こういうその制度をどういうふうにこの運営するかというと、はい、年齢、確認などを義務付けると。そうですね、これなかなか難しいでしょ。これ難しいです、まあ、いろいろなその説があってですね、いや手の動きとか目の動きとか顔の動きとか、はい、で分かるだろうと、うん、でそれをですね確認しなきゃいけないのは SNS のサイドだと言ってるわけですよ、はいはい、だからもちろんそういう人たちがなんていうのかな、会員になることは防止しなきゃいけないし、とにかく SNS の会社に責任があるんだからということになると、これは SNS にとってですね簡単にはその使用者を増やせていけないということになるんじゃないでしょうかね。これ X とか、はい、TikTok とか、はい、Instagram はダメですよと、はい、ただし YouTube は、まあ、ダメにしませんよと、はい、これどういう、これはですね、YouTube はですね、まあ、世界で25億人ぐらいが使ってるんですけれども、はい、Facebook が30億人で最大の SNS なんですよね、はい、で Facebook は30億人、 YouTube は25億、その次 Instagram が20億できて、うん、TikTok が15億なんですよ、はい、これらは日本人もよく知ってるんですけど、世界にはですね、WhatsApp とかですね、これはアメリカイギリスが中心なんですけど、WeChat とかですね、これ中国中心なんですけど、僕は知らなくて QQ というようなですね中国のネットもあって山ほどあるんです、でその中で、YouTube だけはいいよって言ったのは、うん、教育動画がいっぱいあるんです。あ、なるほど、うん、子供さんがね、ぐずぐずした時に親が見せているものを見ると、だいたい YouTube の子供番組なんですよ。でそうすると教育に役立ってんじゃないかと。なるほど。多分オーストラリアの学校でも使ってんですよ、 YouTube の、 教材としてね、でそうするとそれまで禁止するのはどうかと。なるほど。でもだからこれ世界で第2位の SNS である YouTube が除外されているっていう、これ一つ指摘しておかなきゃいけないですよね。そういうことなんですね。かつ YouTube にはですね、YouTube にもいろいろあって、とんでもないものもあれば、役立つものもあるんですよ、はい、だからね、まあ、オーストラリアはね世界に先駆けたって言ってるけど、じゃあ本当に実際どうやるの、YouTube の有害動画はどうするのと、切り抜き動画はどうするのと、中毒性のあるものはどうするのっていういろいろな問題がまだ残っている。残ってます。そういうことですね、ただ、まあ、オーストラリアの国の中ではこの禁止法への、国民の支持は高いんですね。 77% です。高いですよね。高いです。でね、僕は日本でもいつか議論しなきゃいけないことになると思うんですけど、例えばフランスではですね、SNS の運営会社に対して保護者の同意がない限り15歳未満の子どものアクセスを制限しろと言ってるんですね、これも法律で制定したんですね。そうですね、保護者の同意があるかないかだけでオーストラリアの案とよく似てるじゃないですか、はいはい、でアメリカでもですね、カリフォルニア州では今年9月にですね、IT 企業は保護者の同意なくアルゴリズムを使用した中毒性のあるコンテンツ、これ何が中毒性があるんだってまた議論になるんだけれども、そういう
そういう、それを禁じる法案を知事が署名したということで、2027年に発行します。発行するということですね。はいはい、ですから、まあ、その他、まあ、ノルウェーとかカナダとかいろいろなところでこういう問題が指摘されているわけですが、はいはい、日本でも起こりますよね。いや、日本でもね、やっぱり SNS がゆえにですね、自分に対する自信が持てなかったり、だってインスタグラムなんか見るとやっぱり綺麗な女の子が綺麗な格好をして、いかにもかっこよく写ってるわけじゃないですか、はい、ああいうのを見続けると何が起きるかというと、あ、私ってダメだなと思う子も出てきちゃって、 それが、まあ、行き過ぎだと思うけど、自傷行為とかにつながったり、いじめにつながったりということになっていくんですよね。だから SNS ってのは本当に諸刃の剣で、テクノロジーなので、どうやって運用し、どうやって利用するかっていうのがこれから試されてくるというふうに思いますけどね。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナが射程の長いミサイルでロシア領内を攻撃したことへの報復として、ミサイル100発などで攻撃を行ったと表明しました。今後の攻撃ではウクライナの意思決定の中枢を狙うと警告しています。ニュースズームアップ。報復が激化するウクライナ情勢、一方世論に変化も。伊藤さん、まあ、この報復合戦ですね、うん、これがもう本当に激化してしまいましたですね。そうですよね。中東でも報復合戦ね、これ、はい、停戦合意ができたけれども、ウクライナはまだできていないの で、うん、でしかも来年の1月20日にはトランプ政権が発足すると、はい、もうかねてこれが選挙での売り文句だったんだけど、俺だったらウクライナの戦争は1日で、ね、解決してみてるって言ってるから、トランプさんも結構この問題はですね、政権発足前に片付けようと、でいろいろな人を任命してですね、まあ、ケロックっていう人をですね、特使として任命したりしてやっているん で、で形がだんだん見えてくると思うんですよね、ウクライナがどういう形になるか、はい、それを見据えて、ロシアもウクライナも手を緩めないという、逆に戦闘が悪化するという状態に、ね、うん、なっていますよね、攻撃の試合が、ね、そうなんですね、はい、まあ、これ、まあ、和平交渉、和平協議っていうものが、はい、もうそのいわば頭の中にあるわけですよね。 でその時にどっちが有利で、うん、自分がどれを獲得できるかという計算が始まってるんですよ、だから、まあ、今までゼレンスキーさんはですね、いや戦闘でロシアを追い出すんだって言ってきたんだけど、うん、それ今ちょっと無理な状況になっているんですよね、だからこう、まあ、駆け引きがもう相当始まっていて、その前段階として、欧米がですね、はい、長距離のミサイルをロシアに撃ち込むことをウクライナに許可する、それに対してプーチンが怒って、オレシュニクという超高速のね、弾道弾を、中距離弾道弾を出す、うん、で今度プーチンはですね、 CSTO という集団安全保障条約機構という会議でですね、カザフスタンで行われたんですけど、はい、これをですね、ウクライナの意思決定の中枢、うん、何を意味するかというと大統領府とか議会ですね、そういうとこ狙うぞって言ってる、打ち込むぞと、でこれは数発撃てば核兵器と同じ威力があると言ってるんで、だからオレシュニクには核兵器を積んではまだ撃たないと言ってるんだけども、もうかなりの、そのなんていうのかな、弾頭を、うん、つぎ込めばウクライナには打撃になるんだということを言ってるということですね。そうなんですね、はい、まあ、そうなってくるとですね、じゃあどういう条件で和平協議を進めるかという話にやっぱりなってくるわけですよね。そうなんですよ、これはね、ゼレンスキーさんの頭の中も相当そっちの方向に動いているようで、今動いてきてるんですね、はい、それは今まではですね、クリミア半島、これ2014年にロシアがウクライナが取ったんですけれども、これを念頭に置いて、つまりクリミアを放棄してもいいので、今ロシアが占領している東部西部の4州については取り戻したい、それでクルスクっていうのを材料にしたい、ウクライナ軍がね、攻め込んでいると思っているんですね。でプーチンはそんなこと考えてなくて、クリミアは当然俺たちのものだと、で東部4州、東部南部4州も俺によこせっていうのがプーチンの立場なんですよ。でその真ん中にどうやってでその和平を実現するかというふうに考えているのがトランプという図式ですね。はいはい、
これ、まあ、このウクライナ国民の間でもですね、だいぶ意識が変わってきてるっていうね、調査も出てるんですよね。そういうことですね。あのギャラップがですね、これアメリカの世論調査会社ですけど、今月19日に公表した、ウクライナ国民を対象にした世論調査、52% が戦争の早期終結に向けて交渉すべきだと。ウクライナはね、もう戦うべきだって声が強かったんですけど、ですが、だいぶ変わってきたんですね。そうなんですよ。これ去年 27% しかなかったので、で去年はですね、戦争継続があってのは 38%、去年からですね、低下したんですよね、戦闘の継続を除く回答がね。だからそういう意味で言うならば、ウクライナ国民も、戦いに病んできている、そう、嫌気をさして、去年はもう 63% ぐらいの人が戦え戦えだって言ってたのが、もう今 30% 台になっちゃったということですから、もう、はい、これはやっぱりゼレンスキーさんもやっぱそのことはやっぱ意識せざるを得なくなったんですね。追えないですね。ねえ、で一方でも、あの森本さんね、はい、ロシアでも、これはね、ロシアの独立系調査会社であるロシアフィールドというところが11月に世論調査してるんですけども、ロシア人の 53% がウクライナと和平交渉を行う必要があると回答したと。つまり、ね、ウクライナ 52%、ロシア 53% で、もう戦争やめようやという世論になってきてると。これはね、非常に注目すべき数字ですね、世論の変化ですね、はい、コーヒー豆の歴史的な高値が続いています。27日のニューヨーク市場で高級品種アラビカ種の先物価格は一時1ポンド当たり 3.29 ドル、日本円でおよそ500円まで上昇し、データを遡れる1979年以降で最高値となりました。生産国の天候不良が要因でコーヒーの値上げにつながる可能性があります。ニュースズームアップ、今度はコーヒーに値上げの波か。まあ僕コーヒー大好きですから困っちゃいますよ、はい、え値上がりしますよ、ね、もう具体的に出てきてますよ、ドトールコーヒー、僕もね、たまに寄りますけども、これ12月12日からブレンドコーヒー S サイズの税込み価格を250円から280円にする、もう次々出てきますよ、だからコンビニの100円コーヒーってもう飲めなくなるかもしれませんよ。いや本当に、ね、これなんでこんなにコーヒーの豆が高騰したかということなんですよね。これはね、産地の天候不良で収量が減ってるんですよ、もうこれはですね、ブラジルとかですね、まあ、あのコーヒーの産地ってあの世界中にあって、ベトナムもあるし、うん、南米もいっぱいあるじゃないですか、でもそこがですね、ほぼほぼ結構打撃を受けてるんですね、天候の不順で、はいはい、でアラビカ種とかあのロブスタ種、アラビカ種ってのは我々がコーヒー店で飲むやつで、ロブスタ種っていうのはどちらかというとですね、インスタントコーヒーや缶コーヒーに使用されるんですけど、はい、どっちもですねやっぱり品薄になってきちゃって、まあ、このアラビカ種ってね、ブラジル中心でね生産されてるって言うんですけども、はいはい、まあコーヒー豆生産の6割って言いますから、そうなんですよ、ここが天候不順でなかなか、ね、生産伸びないっていうと、はいはい、今日大きいですね。そうなんですよ、だからまあね、私もじゃあ紅茶でも飲むかとコーヒーだめなら紅茶か、日本茶かみたいなね、そういう感じなんですけど、これちょっと世界中でコーヒーの、ね、好きな人ってのは多いので、お二人とも好きでしょ、はい、だからやっぱりちょっと、ね、やっぱこの気候変動の影響でコーヒー豆生産が減るっていうことになると、これは今年単年度の問題ではなくて、ないですね、これから先々の天候の問題、気候の問題に絡んでくるんですよね。そうですね、しかもあの天候不順というとですね、コーヒー豆じゃなくてあのワインもね、相当その産地が北に移動しているとか、これね、あらゆる農産物にこう当てはまるわけですよ、だって天候不順で例えばキャベツが取れなかったから高くなってるとか、もう全部に影響してくるわけですよね、もちろん増えて安くなるものはあるかもしれないけれども、この価格動向っていうのはよく見ていかないと、だからそれに伴って我々の思考も少し変えていかなきゃいかんかなとコーヒーを抑えるって残念だなとは思うんですけど、しかしなかなかそれはねハードル高いですよ伊藤さん。そうなんですよ ね, ね、だからそういう意味では非常にこれは気になるニュースでもありましたしね。